ございます。おはようございます。おはようございます。ハードワーク、切り替えの速さ、ね、そして前から睨む作業も、やっぱり常に我々が求めているものも、本当に高いレベルで洗練されているなというか、彼らがそこを望んでやっているな、それが我々のなんてスタンダードにしようということが、まさしく我々が求めているものと一緒 で、それをはるかに上回っていくのが、今、町田の今、我々がやるべきことだ。トレーニングも通じて、そこの習得も含めて、ね、しっかり上回れるようにやっていきましょう。股関節回していこう。帰りはジョックです。そのままジョックです。ストップ、ナイス、ストップ、ストップ、ナイス、オッケー、バージョン行こう。ストップ、ストップ、嘘ついてる。
今年の抱負をお願いします。こっちはチームとして復旧してる多いない本当に行きたい。あと、まあ、もっとたくさんの試合も出たいし、まあ、クリーンシットももちろんで、まあ、やっぱ点もちょっと取りたいと思っています。ありがとうございます。ここまで、町田ゼルビアに関わる全ての皆様と、選手、スタッフ、応援してくださるファン、サポーター、会場まで、足を運んでいただいて、そういった中でこの記念すべき、J1 初勝利というのを、皆さんと、分かち合えたということはすごく嬉しく思いますし、僕個人としても、そこに関われた一人として、すごく嬉しく思います。これを、今シーズンたくさん味わえるように、これからもやっていきたいなというふうに思います。この2節で、90分通して、2試合試合に出ている中で、自分の良さっていうのを、例えば球際でボールを奪うところであったり、前に積極的に出ていく、相手の攻撃を未然にするリスク管理のところであったり、そういうところはしっかり、できたと思いますし、また逆に、出ていった後の最後の、ゴール前の質であったり、その一歩手前のパスっていうところは、そこの精度を上げていかなければいけないと思いましたし、そこを上げていくことで、よりチームを、助けられるんじゃないかなというふうに思いました。運動量に関しては、まあ、より効果的に、まあ、相手の攻撃を塞ぐところであったり、前に出ていく回数、質っていうのを、試合の中で上げていければと思ってますし、それが、結果走ったっていうことにつながればいいと思ってるんで、まあ、走るっていうことは必要になってくると思いますし、チームのスタイルとしても、まあ、そこは欠かせない部分かなというふうに思います。まあ、今ここまで、チームとしても、いいスタートを切れていて、1勝1分けの中で、まあ、次の一戦が、まあ、かなり重要になってくると思いますし、前節は、アウェーで勝ったということもあって、自分たちとしても自信を持って、またホームで、より多くのファンサポーターの方に、ホーム初勝利というのを届けていきたいなと思います。チームとしてしっかり戦って、必ず勝ち点3取れるように戦っていきたいと思います。まあ、たくさんのサポーターの方にも来ていただいて、やっぱりアウェーの地でしっかり勝ち点3を持って帰れたっていうところはすごく評価できる部分だったと思いますし、まあ、チーム全体としてやっぱりやるべきことをしっかり統一してやっぱりやりきれたってところはすごく良かったかなと思います。まあ、できたこととしてはやっぱりその町田チーム全体としてやっぱ強度を高く栄えあるっていうところで、しっかり守備の部分だったりそういう部分は練習通りというか、まあ、そういう部分は出せたのかなと思いますけど、まあ、ただ攻撃の部分でやっぱり今のところセット PK とセットプレー崩れっていうところの得点しかないっていうところを見ると、やっぱり攻撃の部分はもっと改善するところがあるなっていうふうに感じています。まあ、前回開幕戦でやっぱり、まあ、引き上げてしまったっていうところがあるので、まあ、ホームでしっかり次はしっかり勝って、とたくさんサポーターの皆さんと、勝利を勝ち合えるように、頑張りたいと思います。